薬剤戦の救世主たち、ガンダムフレーム機全集2023年版。ガンダムフレームとは、機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズに登場するモビルスーツフレームの一つです。本作ではガンダムフレームを採用した機体をガンダムと呼称し、本編から300年前に繰り広げられた薬剤戦において、人類を滅ぼそうとするモビルアーマーに対抗するべく開発されました。ソロモン72柱を由来にした名前を冠しており、その名の通り全72機がロールアウトされましたが、薬剤戦後に多くの機体が解体廃棄されました。しかしスマホアプリ鉄血のオルフェンズ G の進行に伴い、新たなガンダムフレームが続々と登場しています。そこで今回は2023年現時点で判明しているガンダムフレーム全機について紹介させていただきます。 1. ASWG-08 ガンダムバルバトス。本機は鉄血のオルフェンズ主人公三日月ヨーマスの搭乗機として登場しました。もともとは三日月の勤める民間警備会社 CGS の動力炉として運用されていましたが、基地がギャラルホルンに襲撃された際再起動を果たし、以後三日月の搭乗機として活躍します。当初は経年劣化もあって、薬剤戦時からかなり性能が低下していましたが、敵機との戦いの中で露獲したパーツで回収し、機体性能を高めていきました。そのためバルバトスは作中で6つの形態が登場します。まず最初に披露された第一形態は、腕部の装甲がなくなっていたり300年の時を感じさせる姿ですが、それでも出力はギャラルホルンの主力機グレイズを上回ります。そしてそこに露獲したグレイズの肩アーマーを装備したのが第2形態、シュガルベグレイズとの戦闘でダッシュしたワイヤークローを装備したのがバルバトス第3形態。その後タービンズとの戦闘でかなりのダメージを負ったバルバトスに、薬剤戦時のデータを用いて回収されたのが第4形態です。性能までは完全に再現できなかったものの、再三度外視の回収が行われたことで以前よりもはるかに機体性能が向上しました。そしてそこにリアクティブアーマーとシュバルベグレイズからダッシュしたスラスターを腰部に装備したのが第5形態となります。なお第5形態には地上戦用に再調整され、足底をハイヒール状のものに換装した地球戦仕様も存在します。そしてエドモントンでの戦いのため最終決戦仕様に改修されたのが第6形態となります。腰部に地上用スラスター、胸部にはパージ可能な追加装甲を装備しており、最終決戦にふさわしい出立ちをしています。その後バルバトスはブレイズアインとの戦いで大きく損傷したため、第2期では修復とともに機体のオーバーホールが行われました。それがバルバトスルプスとなります。武装はソードメイスにツインメイス、腕部にはアタッチメントとして200ミリ砲やロケット砲が装備可能で、回収前の攻撃手段の豊富さも維持されています。本機は三日月の操縦技術も相まって怒涛の活躍を見せますが、モビルアーマーハシマルとの壮絶な戦闘の末、機体に深刻なダメージを負ってしまいました。そこで再び大改修が行われたのがバルバトスルプスレクスとなります。前腕部が大型化し、背部にはハシュマルから回収したテイルブレードが装備され、まさしく獣のような特徴的なデザインになりました。武装も対艦用の超大型メイスに腕部内蔵の200ミリ砲、指先にはモビルスーツの装甲も貫ける超高合金セイレックスネイル、かかとにはヒールバンカーを装備しており、より三日月の戦闘スタイルに合った改修がなされています。継戦能力も格段に向上しており、最終決戦では満身創痍になりながらも片手と尻尾だけで戦場を暴れ回るという、まさに悪魔と呼べる活躍を見せました。 2. ASWG-11 ガンダムグシオン。グシオンはブルワーズのクダルカデルの搭乗機として登場しました。フレームの原型がわからないほどの超重装甲が特徴的で、実弾兵器をものともしない堅牢さを誇ります。武装はスラスター内蔵のグシオンハンマー、90ミリサブマシンガン、手榴弾、400ミリ砲バスターアンカーを装備しており、稼働時間の短さを補う圧倒的破壊力を持った機体となっていました。鉄火弾に露獲されてからは全面回収が行われてグシオンリメイクとなります。堅牢な重装甲は排除され、バルバトスの予備装甲へと換装されたことから、ガンダムらしい見た目の機体に仕上がりました。回収前の装甲も再利用されており、
サブアームを内蔵したブースターポットやリアスカートに装備されたシールドにその面影を見ることができます。武装は 120mm ロングレンジライフルが追加され、頭部が変形することで移行する精密射撃モードと合わせて遠距離支援も可能になりました。しかし搭乗者のアキヒロアルトランドが脳筋ともいえる近接戦闘を好むことから、戦闘中盤以降はもっぱら近接用のグシオンリベイクハルバードが使用されています。本機も1機の最終決戦で大きなダメージを負ったことから、第2機ではオーバーホールが行われました。それがグシオンリベイクフルシティとなります。デイワーズが新たに入手された厄災戦時の資料をもとに機体性能を再現し、搭乗者の脳筋ぶりに合わせて接近戦に特化した調整が行われています。また強化されたバックパックのサブアームを用いることで合計4艇でのロングレンジライフルが使用可能です。武装は新たに両舷のナックルガード、腕部に格納されたロケットランチャー、そしてシザーシールドが追加されました。シザーシールドは近接戦闘時にグリップで相手を挟み潰すインパクトのある武装で、ペシャンコをはじめとした数々の名シーンを生み出しています。 3ASWG64 ガンダムフラウロス流星号。フラウロスは鉄火弾所有のハーフメタル採掘場で発見され、オーバーホールが行われた後は流星号として乗り場シノノア機となりました。元は白い機体色でしたが、シノノア機になる際ピンク色に塗装されています。超遠距離射撃用のレールガンを2門配部に搭載しているのが特徴で、岩壁を貫き通し破壊するほどの威力を持ちます。また4速歩行の射撃形態へと移行し、姿勢を安定させることでより精度の高い射撃をすることが可能です。武装は他にも 120mm マシンガンやアサルトナイフを持ち、背部のレールガンも戦況に応じて砲身の短いものに換装できるようになっています。その遠距離砲撃性能の高さからラスカルエリオンをあと一歩のところまで追い詰めていました。 4ASWG66 ガンダムキマリス。キマリスはボードウィン家が厄災戦後も保管していた機体で、作中ではガエリオボードウィンの愛機として運用されます。甲冑を着込んだような装甲と 120mm 砲内蔵の大型ランスブングミルを装備した騎士のような見た目が特徴です。機動性が非常に高く、脚部ブースターを展開した時のスピードは三日月でも手を焼いていました。そして地球降下後、地上戦用に外装を完走したキマリストルーパーとなりました。4脚の高速移動形態トルーパー形態への移行が可能で、地上戦では無類の機動性を発揮します。また第1期終盤で大破したキマリスはアリアンロッドによって回収され、リダールとなりました。本機はリダールと名乗り、正体を隠していたガエリオのためキマリスに偽装を施した姿で、エイハブウェーブの周波数をごまかすためのダミーリアクターも装備しています。さらにアインダルトンの脳を利用した荒屋式タイプ E を搭載したことで、作中ではルキスレックスに肉薄するほど性能を引き出す姿が見られました。また本機の試作段階の姿として、アプリ鉄血のオルフェンズ G には XK という機体が登場しました。機体色はグレーで、頭部のバインダーなど細部が異なっています。そして正体を明かしたガエリオがマクギリスとの決着をつけるため偽装を解除した姿がキマリスビダーレとなります。この形態は厄災戦時からある仕様で、再びランスによる突進攻撃に重点が置かれています。作中ではマクギリスの狩るガンダムバエルと限界を超えた死闘を繰り広げました。 5ASWG01 ガンダムバエル。ガンダムバエルはガンダムフレームの中で最初に製造された機体で、ギャラルホルン創始者アグニ・カカイエルが厄災戦時に登場した機体です。また厄災戦時の姿のまま残存している数少ない機体でもあります。作中ではアグニカの魂が宿るとして神聖な扱いを受けており、この機体を動かせた者がギャラルホルンの王座となるとも伝えられていました。そしてその伝承に目をつけたマクギリス・ファリドによって300年ぶりに起動しますが、現代において伝承はすでに風化しており、バエルの持つ意向はほとんど失われていました。しかし元来の機動性の高さとマクギリスの技量も相まり、作中では伝説に恥じない戦いぶりを見せています。 6ASWG29 ガンダムアスタロト。アスタロトは
漫画機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズ月光にてアルジミラージが登場する機体です。厄災戦時の姿はアスタロトオリジンとされており、両肩の装甲とバックパックを変形することで移行する飛行形態と、エイハブ粒子を圧縮し絶大な破壊力を発揮するガンマナノラミネートソードなど特殊な技術が盛り込まれた機体でした。しかし本機はギャラルホルンの一家紋ウォーレン家が受け継いでいたものの、ウォーレン家が不祥事を理由に取り潰しにあったため、機体が闇市に売られてしまい、元のパーツの大半が各地に飛散しました。そのためほぼフレームのみの状態でデッドモルガンの手に渡り、そこからボルコ・ウォーレンの協力を得てなんとか修復した姿が本編開始時の姿となっています。そのためアスタロトオリジンの特殊な技術は現代では失われていて再現することができません。アスタロトは修復が不完全なので左右非対称ないびつな見た目をしており、そのままでは重心バランスも保てないため腰部にブーストアーマーを装備しています。荒屋敷も失われていますが、代わりに義手を介して神経接続するインターフェースが組み込まれており、柔軟なモビルスーツ操縦が可能です。作中では主と共に戦いながら他の機体からパーツを奪取することで徐々に本来の姿を取り戻していきましたが、一部終盤にナナオナロリナに機体が奪取され闇市に売り飛ばされてしまいました。その後再び闇市場から買い戻しますが、装備の大半が失われ、以前のようにみすぼらしい姿に戻ってしまいます。しかしその後アスタロトに重武装と重装甲の改修を施した姿としてアスタロトリナシメントになりました。本編開始時のように左右非対称のデザインとなっており、武装は新たにバイルバンカー射出機能を有した体験バスタードチョッパーを装備。本装備に搭載されたパイルバンカーはダインスレイブを模したものになっており、ラミネートアーマーをやすやすと貫くことが可能となっています。 7ASWG47 ガンダムウバル。ウバルは鉄血のオルフェンズ月光でロザーリオレオーネが登場した機体です。本機の一番の特徴は外装のほとんどにアスタロトオリジンの外装を装着していることです。これは発見された当時のウバルがほぼフレーム同然だったため、修復用の外装を探していたロザーリオにウォーレン家を追い込んだビル・クラーセンがアスタロトのパーツを提供したという経緯があります。そのため作中ではアスタロトに敗北した後、本機のパーツは回収されフレーム同然の状態で倉庫に放置されることになりました。なおその後本編第2部で長く放置されていた本機をジャン・マルコが回収し、長距離からアスタロトの支援を行う機体に調整されたことでウバル・ユハナとして再登場しています。 8ASWG71 ガンダム・ダンタリオン。ダンタリオンは鉄血のオルフェンズ月光でザリエル・ザルム・フォートが登場した機体です。ガンダムフレームの中でも末期に開発されたとされており、他のガンダムのモビルアーマーとの戦闘データをもとに幾度も開発計画が見直されたという経緯を持ちます。その甲斐もあってダンタリオンは短期で戦局を左右できる万能機として完成しており、モビルアーマーとの戦闘でも多大な戦果を上げました。本機はあらゆる戦況に合わせてオプション兵装を装備することが可能という特徴を持ちます。現在5つのオプション兵装を装備した形態が確認されており、格闘戦闘を想定したネイキッド攻防一体のハーフカウル T、 脚部装着型の重装甲を装備したハーフカウル B、 T、B を併用したフルカウル、フルカウル E、 アイニスを増加装甲として装備したパーフェクトカウルが存在します。 9ASWG56 ガンダムグレモリー。鉄血のオルフェンズ月光に登場するナディラ家の一員デイラ・ナディラの愛機です。武装は巨大な釜のようなバトルアンカーを装備していますが、その名の通り元は怒り状の武器だったようで、厄災戦時に片側の刃が欠けたことで現在の形状になったとされます。そして本機最大の特徴は街灯のようなオープン機構の頭部装甲ナノラミネートコートです。本装甲はナノラミネートアーマーを何重にも重ねたもので、これによりグレモリーはモビルスーツとして最高峰の耐ショック性を誇っています。 10ASWG70ガンダムセーレ。セーレは鉄血のオルフェンズ月光で名前とその存在だけが示唆されている機体です。主が家族と右腕を失った事故に関わっているとされますが、名前が明かされているのみで実際は登場していないため
デザインは不明となっています。11ASWD04 ガンダムガミジン。ここからはモビルスーツバリエーション企画、機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズ MSV にて登場する機体となります。ガミジンはセブンスターズのファルク家初代当主カルフ・ファルクが登場した機体とされており、現在までファルク家が厳重に保管してきました。武装はリボルバーヘッド、小型のダインスレイブを内蔵したリボルバーアックスガン、110mm ムツレガトリングガンと重武装のモビルスーツとなっています。禁忌とされるダインスレイブを装備していることから、よほど激しい戦闘がなければ現代の戦闘では武装は変更されるかもしれません。 12ASWG16 ガンダムゼパル。ペシャン公の家系であるクジャン家初代当主エングリラが厄災戦時に登場した機体です。一振りの剣を用いた高速戦闘を行う機体とされているため、機体コンセプトはバエルと似たものになっているようです。武装はゼパルソードとゼパルシールドを持ちますが、ソードとシールドのクローブはバエルソードと同じ希少金属で錬成されており、随所にバエルとの類似点が感じられる機体です。 13ASWG48 ガンダムハーゲンティ。鉄血本編で三日月たちを追い詰めたラスタルの家系であるエリオン家初代当主アンゼリカ・エリオンが登場した機体です。ガンダムフレームの中では軽量な機体ながら、2頭の刀ブレードを用いて敵機を力強くなぎ倒したとされます。現在はバエルと同じくギャラルホルン地球本部ビーンゴール部に保管されているようです。 14ASWD54 ガンダムムルムル。マクギリスの家系であるファリド家初代当主マキエ・ファリドが登場した機体です。女性のような曲線形のシルエットと神話の神を思わせる神秘的な見た目をした機体となっています。武装として後腰部に搭載された機体全長よりも巨大な攻撃ユニットサージカルフェザーを持ちます。6本装備された本兵装一つ一つが優先コントロールによる攻撃が可能というファング系武装のようです。その他の武装は敵の接近を許した際のサージカルナイフを持っているのみなので、中距離で制圧する機体と考えるのが良いのかもしれません。15ガンダム柱星&ガンダムマルコシアス。ここからはスマホゲーム鉄血のオルフェンズ G ウルズハントに登場する機体となります。柱星はウィスタリオアファムが登場する機体です。ガンダムフレームの一機とされていますが、悪魔の名前を冠しておらず、原型がわからないほどの近代化改修を受けたため厄災戦時の名前は不明となっています。武装はスマートメイス、クラブシールド、110mm ショートレンジライフルと機動性を重視した構成が特徴です。作中ではウルズハントに巻き込まれたウィスタリオの愛機として戦いを繰り広げますが、モビルアーマーハラエルとの戦闘で激しく破損したため第二形態へと改修が行われました。第二形態では腰部に可動式の大型スラスターを追加し、剣舞走行の軽量を図ることでさらに機動性が向上しています。また本機の完走プランとして敵艦隊と正面から撃ち合うことを想定したガンダム柱星アレクトールが存在します。いわゆるフルアーマー化計画の一端ですが、考案されるだけで実際には採用されていません。多くの謎に包まれていた柱星ですが、ハラエルとの戦闘の際にモビルアーマーの存在に機体が反応し再起動したことで厄災戦時の機体名が明かされました。それがマルコシアスです。ジョロウグモを思わせる背部と腰部に装備された4つの巨大なバインダーを持ち、それぞれからサブアームが展開可能です。メイン武器のバスタードメイスとサブアームすべてに短剣を装備した姿はまさしく悪魔で、モビルアーマーであるハラエルの AI にトラウマとして刻まれているようです。 16ASWG32 ガンダムアスモデウス。アスモデウスはベンジー・ダブリスコの登場機です。厄災戦時には実戦投入されておらず、デブリ隊の国運内に放置されたことから開発当時の姿のまま残存していたガンダムとなります。コックピットには当時の荒屋式システムが搭載されていましたが、ベンジーが登場するのに合わせてコックピットは通常規格のものを強引に移植しているため、本編内ではガンダムフレームに備わっているリミッター解除モードがアスモデウスでは作動しなくなっています。ウィスタリオとともに数々の戦いを繰り広げています。17ガンダムザガン。本編においてマクギリスに
幼少時代から恋焦がれたカルタイ州の先祖にあたるアルゾナイ州が登場したとされる機体です。イシュー家は初代セブンスターズの第一席なので、アルゾナが相当な実力者だったと伺えます。ザガンは全身が重装甲で固められており、バックパックからサブアームにつながったシールドプライヤーユニットを持ち、その名の通り先端からプライヤーを備えたアームを展開し、敵機をフレームごと切断できます。さらにこれは強固なシールドにもなるため、攻防問わず使用されます。また拳を高速回転させて殴りつける攻撃も可能で、映像内ではどこかの勇者王を思わせる動きを繰り出しています。本機はラタトスクと呼ばれるイシュー家の管理区域に保管されており、カルタの部下ロンドブロンが起動させて柱星と戦いを繰り広げていました。ということで以上、現在判明しているガンダムフレーム全17機についての紹介でした。ガンダムフレームは72機中26機が何らかの形で残存しているとされていますが、現代では元の姿で現存していたり、パーツが失われて原型をとどめていなかったり、現在のパイロットに合わせて改修が行われていたりします。またギャラルホルンでは神聖な存在として保管されている一方で、骨董品の兵器として扱われることもあったりと、機体によってその動向は様々ですが、オルフェンズ地でマルコシアス登場にあたり厄災戦の様子が描かれたこともあって、現代以上に厄災戦で72機全てが戦う姿を見たいという方も多いのではないでしょうか。ぜひ今後の鉄血のオルフェンズについて皆様が感じていること、コメントで教えていただけたら嬉しいです。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。